皆さんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私光家の後三橋貴明です三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします はい、チャンネル登録はこちらからお願いいたしますね。本日はですね、はい、先日の第26回参議院選挙でですね、はい、えー、6月の10日ぐらいだったかなはい。で、こう、いきなり登場されて、はい、それで一世を風靡した、はい、ごぼうの党の奥野代表をですね <laughs>、はい。<laughs> お呼びしておりますが。相変わらず贅沢な番組でございましょう。はい。ということで、ご紹介いただきましょう。はい、えー、本日のゲストは、ごぼうの党代表、奥野隆さんです。はい、ようこそ。はい めどうぞよろしくお願いしますありがとうございますしお願いあの奥野さんはですね結構共通点がありまして名前が同じ本名が同じなんですけどねおおあ高志ですい私も高しでございますそれとあの身長が同じとえっ2人とも大きいですね1 8 5ンチということでございますがまあでもその話はどでもいと思うんですけどとりあえずあのごぼうのおりいでですね20万近く取ったんですよねあれね 19万数千票取りましたもんね。はい、19万3 7七百。票。すごいですね。はい。はい、ぜひ、あの、ちょっと改めてご紹,ご,ご紹介いただけますでしょうか、はい。はい。ありがとうございます。あのー、ごぼうの党の、えー、代表をさせていただいてます。奥野と申します。よろしくお願いします。奥野隆と言います。はい。はい、で、あの、ごぼうの党自体が立ち上げられたのが、はい、あ、まあ、あの、公に知られたのは6月10日とかそのぐらいですよね、確かね。はい、そ,うねそうですね。はい。はい。あれ、一体なぜ、こう、唐突に党を立ち上げるっていうのことを <laughs> おやりになったんですかえっとーこれはあのインフルエンサーの春木海さんも、はいまあ、言ってくださったんですけど、まあ、実は2年ぐらい前に、はい、あのごぼうの党の構想がありまして、うん、でその時は危機運じゃないなと思って諦めたんですけど、うん、まあ今回その、まあ、ガシさんとか参、はい、政党さんとか、うん、まあそういったので、まあ、ちょっと注目される選挙になるのではないかなと思って。 あの参戦させていただきました。はい。はい。結構あの候補者出されていたじゃないですか。あのまあこういったなんですけど、あの全国比例で結構出されてたので、はい。補助金結構高いですよね。そうですね。11人なんで6600万円。6600万円ですよね。はい。高すぎですよね。はい。はい。はい。そのあたりも全部このご準備されて、それで1ヶ月戦われて、はい。20万近く取りになったとこ手応えってどうだったんですか。いやあの。 嬉だから、まあ、実はその、まあ、三橋先生ご存知だと思いますが、うん、あのもう 30, 社、まあ、30人40人ぐらいの,、まあ、の取材を受けたんですね、はい、テレビカメラも何台も入ってましたし、まあ、ただ選挙が終わるまでは私たちは取り上げられないんだろうなと思って、うん、あの取材を受けてたんですけど、はい、だからその初めて僕らのことを報道されたのが「あの大敗」っていう。 うん、大きく負けると書いて大敗っていうことが報道されたんですよねだけど僕は本当にあの19万3,724票っていう、はい、本当に感動してて本当に嬉しくてあのこんなに多くの方がもう本当にヒカルさんの YouTube であの公開して頂い,いて19日間、はい、19日間だけしか僕は喋ってないので、うん、19日間で19万票っていうのがすごく嬉しかったです。 すごいですよね。それは本当にすごいんですけども、はい。ま,まさにあの高家さんの年代ぐらいからこう下の方々をターゲットにしたようなこう若者を中心の党でしたよね、はいうんうん。はいはい。この構想ってなぜ思いつかれたんですか。うーんとやっぱりそのまあ一億五百六十二万人の有権者がいるとして、はいうん、で本当に五千万人が選挙に行って行ってないですね。五千万人が選挙に行かない。ってないうそのわかりやすい国なので、はいうん、で,のので、はい。うん その、例えば、この選挙に行く5000万人って、もうスーパーコンピューター予測で、例えば、あの、賛成倒産とか1.7って出てた。で、本当に170万票だった。<ー>もうその通りなんですね。だから、この選挙に行かない、そもそも政治とか、あの、選挙に関心がない5000万人に対して、どうアプローチができるかっていうことを、まあ、やってみようということで、はい、で、まあ、手応えとしては、その、 本当にまあ生の体験実体験ですけど、うん、こう子供とかねあの若い本当の若者がしゃくり上げるように号泣しながらこう僕は演説した後にこう僕と握手を求めてくれるんですよ。はい、で100人以上の列ですよ。うん、でその子が一回握手するでしょ。はい、そしたらもう一回列並び直してるんですよ。うん、で僕と握手して何が嬉しいのかわかんないですけどでも何かを感じてるんですよね。 その何かを感じて、子供があのしゃくり上げるぐらい号泣しながら、握手を求めてくれる姿とかを実体験して、僕は今回やらせていただいてよかったなと思いましたし、最後まで諦めないぞと、この国をね、諦めないぞっていう気持ちが強くなりましたね。どうですか、光景さん。はい、そ,うそうなんですけど、奥野さんどうして小ぼの塔を立ち上げたんですか、うん、どういう目的というか。えっとね あのー、もう僕はこれいろんなところで言わせていただいてるんですけど、はい、目的はただ一つで緊急事態を止めることのその一点ですねあれが出た時にいろいろお考えになったんですかいや僕はもうこの活動を15年ぐらいしてるので<ー>自分自身の銀座一徳と,というお店も10年,、はい、10年ぐらい前から構想があってあ<ー>でも8年目ぐらいに突入するんですけど、はい、あのお店作るのに1年4か月かかってるので。うん でもそのお店を作った目的もそうだし立ち上げメンバーにも同じ話をしてるんで<ー>10年前にだから僕は15年間この活動をしてきてて<ぁ>でまあ本当に神様ってお茶目だなと思うのは、はい、ギリギリ間に合うかどうかあと10ヶ月ですねはいそれはなぜそれは今回その緊急事態条項をあのー、まあ議員立法を通されて、はい、でそこから60日、うん、えで国民投票に なるんですけどもそ,のそれ憲法改正のことですか憲法改正のことですね。の緊急事態条項という、うん、あの項目を新設しようということですけどこれを通されるとその多くの人がそのお分かりになってないんですけども、まあ、三橋先生は僕が知ってることってのは全てご存知だと思うので、まあ、この。 カメラのね、向こうの方に対してお話しさせていただこうと思うんですが、はい、要はその、まあ日本という国は、あの、内閣総理大臣でも決めれないことがあって、うん、まあこれは、まあよくよく考えたら当たり前のことですけど、その、まあ80年前に戦争を起こして、パールハーバーがあって、で、タイと日本以外のアジアの諸国は白人たちに飼われてたわけですね。うん、要は、馬小屋の横で、その言葉も教えられずに、 で言葉、言語を教えると結集するので。コミュニケーション取っちゃうからね。コミュニケーション取っちゃうんで、はい、言葉も教えずに、その、草とか虫とかを食べてたようなね、そういった記述が残ってて、それ一番その、僕、心打たれたのが、もうご存知だと思うんですが、インドネシアの独立の際にね、はいうん、日本軍が9日間で撃破して、うん、でも2週間後に原爆を落とされて、で、終戦するんですね。そしたら、その、 ま、灰色の写真一枚握りしめて、それが恋人なのかお母さんなのかね、ようやく終戦して、ようやく祖国に帰れて、で、その愛する人が待ってる。なのに、そのオランダ軍が日本軍が引き上げるっていう情報を聞きつけて、もう一度こうインドネシアに戻ろうとしたんですね。その無線を傍受した日本軍の若者が2000人、上官の命令を無視して、 弾薬と武器と一緒に残ることにしたんですよね。インドネシアにってことですね。インドネシアにそのまま帰らずにね。はい、でも、ようやくさ、白黒写真一枚握りしめてね、はい、ようやく愛する人が待つ祖国に帰れるって楽しみにしてたわけよ。はい、でも、今我々が帰ったら、この子たちが、要はインドネシアの人たちがまた虐殺される。だから、なんとかしなくてはっていうことで、2000人の日本の若者が残って、で、 魚って、釣るんじゃなくて、釣り方を教えてあげましょうって言うでしょはい。あの、自分が釣っちゃったら教育にならないから。だから自分たちの背中を見せて、はい。要は、武器の使い方も分かんない子たちだからね。だから、うん、あの、クワとかしか持ったことない子たちだから、で、それを戦い方を教えて、もちろん、インドネシアの若者は戦ったことがないから、はい。最前線は日本人が行くわけですよ。だから、2000人のうち、1200人亡くなって、 でその姿に感銘を受けたインドネシアの若者が立ち上がってで日本人は1,200人亡くなっちゃったんだけど、あのー、そこから4年かけてねインドネシアを独立に導いてで今インドネシアの独立記念日っていうのは日の丸を掲げるわけですよ、はいまだに。だから報道の仕方でね、はい、そのメディアっていうものがある一部の権力者に牛耳られてるんで。 これはお聞きになったことあるかもしれないですけど、二十何人のトップの富裕層と、70億人の地球人口のうち、下の35億人が同じ富だと。資産のことですね。ああ<ー>、いうこ合わせると。合わせるとですね。はい、聞いたことあると思うんですけど、だから、その、まあ、よく例え話で、まあ、ペプシとコカ・コーラってライバルのように見えて、あの、実は、あの、株主一緒と。だから、あの、ブラックロックとかね、うん、バンガードっていう、合計2300兆のファンドが、 まあ世界のほとんどの有料企業を持ってて、まあ、世界を支配してると。まあ、そういう世の中に僕たちは生きてると。で、その人たちがいいお王様だったら、その世界一貧しい大統領のムヒカ大,大統領みたいに、ああいう人だったらもう喜んでついてきますとなるんですけど、その世界を牛耳てる人たちっていうのが、いわゆる戦争屋さんって言われる、うん、その両方に武器を売り、はい、両方に資金提供して、うん だから、第二次世界大戦ってね、ドイツ、ヒットラー悪者だって言うけど、ヒットラーの一番の支援者って、ブッシュの、パパ・ブッシュのお父さんですからね、プレスコット・ブッシュって。だから、その、そういうことっていうのを僕たちは知らずに、その世界史の教科書も書き換えられて育ってるので、でも、本当のことをいつ言ったらいいんですかと。その、ここまで来てね。はい、でもう日本が、もう間もなく、 その、やっつけられるという、この局面まで来て、まだ本当のことを言ったらダメなんですか、うん、で、本当のことを言ったら陰謀論って言われるんですかっていうことを、やっぱりみんなで立ち上がっていかなきゃダメだし、うん、僕は誰とも戦う気がないんですよ。だから、ごぼうってつけたんですけど、これは守護神の語で、守る、防ぐ、うん。なるほど。はい。守る、防ぐでごぼう。うん だ僕は自民党さんとも戦いたくないし公明党さんとも戦いたくないし、うん、同じ日本人だし同じこの国を愛してみんなこの国が滅んんんででででほしいいいいなななてて思ってる人はいないですすも知らないんですよだらそれをその僕は偉そうに上から教えようなんていう偉そうなあのものじゃないんですけどただ本当の情報にアクセスすることすらしてないので。うん だから本当の情報にアクセスすることすらしないで陰謀論だって片付けるのはそちらの意見の方が傲慢なんじゃないですかせめて自分で調べてせめてアクセスをしてからもの申されたらどうですかっていう当たり前のことを言ってるだけなんですねあのお話を伺っていると賛成、はいはい、さんとかなり理念的なものが似てませんか、はいはい、そんななこといそうかもしれないですね、はいはい、僕は神谷さんに対して好印象しかないです。うん、はい 要はあの、まあ、要は、まあ、私は一言でも全部グローバリズムって言ってますけれども、はいはい、要はその、我々からこう所得をこう自動的にこう、集奪するような構造がもう出来上がっちゃっていて、はい、日本は前違ったんですけども、まさにその97年のね、デルレーレッカー以降、はい、あの、みんなの所得が減っている状況で、そのお金持ちはまあ競争を激化させちゃったから、勝ち組はひたすら勝ち組になっていくと。で、負け組の方々も結婚もできないという形で、その若者のその無気力感が最近すごいなと思うんですけど、うん、その辺に火をつけたかったんですかね。そうですね、僕、 あの、街頭演説の一番初めの僕の言葉って、はい、花火みたいにしたいと、政権放送でも言いました。政権放送バンセルましたけどあの、言ったんですね。それ花火みたいにしたいっていうのはまさにそういったことで、その夜空を見上げて、お金を持ってる人も、お金を持ってない人も、怒ってる人も泣いてる人も、みんなその花火が打ち上がった瞬間、笑顔になるんで、だからそういう政治を目指したいということをずっと言ってきたんですけど。 はい、あの奥野さんいつからこういう政治活動とか言論活動って始められたんですか、うんえー、と僕はこれは立花隆さんの,、はい、あの対談でも言わせていただいたんですが、うん、あの僕は高知出身なんですけども、はい、あの有名な桂浜というところに坂本龍馬の銅像が建ってるんですが坂本龍馬の銅像を建てたのが私のひいおじいちゃんにあたる。はい 野村木馬さんっていうんですけど、あのー、本田宗一郎さんとかと一緒に小学校の教科書に載ってたような、うん、まあ歴史上の人物のようなんですね。で高知城に、えー、銅像が立ってます。はい、野村木馬というふうに銅像が立っててその大字に「吉田茂書」って書いてあるんですけど、うん、その吉田茂さんっていうのはあの第45代、はい、48代495051代内閣総理大臣。 この前安倍晋三さんが記録を抜くまではあの日本で一番長い、えー、総理大臣と言われて唯一国葬された方なんですねでもこの吉田茂さんのことはもう三林先生には釈迦に説法ですけども、うん、その70年経ったらアメリカはワシントンの第2公文書館で機密情報も公開されますから、はい、CIA のエージェントだったと、うん、でその名前がポチポチだけじゃないですね<ス>だもうばかにされてるんですよね、うん だから、その、まあ、日本では歴史上の人物って言われた吉田茂総理がね、はい、実は CIA のエージェントで,で、これは公開されてる事実なんで、ワシントンの公文書館に行けば。はい、ただ、それを、こう、日本っていう国がね、その、敗戦国で、日本っていう国を牛耳ってる存在がいるとしたら、 それテレビでで言うわけないでしょ、はい、実は僕たち牛耳ってるんだよ、ねうん、君たちに本当の自由なんかないんだよって言うわけないでしょだから、まあ、そういう状況にあって多くの人たちがテレビを信じるような状況があるのでなんで僕はそういう自分の生、まあ、い立ち含めてそういった情報が聞ける立場にいました、うん、なんであのみつ、えっと、三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎のひ孫のおばあちゃん とかとの交流からあのいろんな政治家の方とも若い時から会ってましたしただそういったことに20代の時っていうのはそれほど身が入らなかったんですだから今の若い子たちが政治に身が入らない気持ちもわかりますだってそういう場所にいてそういったあの総理大臣経験者とか大統領とかね国家元首に僕21に会ってきてますからだからそういった僕ですら政治に興味が持てなかったのでだからその気持ちもわかるし ただ、今回、こういう形で、あの、顔を出させていただいて、こういうとこに出させていただいて、発言させていただいてるのは、もう待ったなしだからなんですよ。うん、だそれを、その、初めて、生まれて初めて選挙に行きましたとか、あの、本当にやんちゃしてるね、なんか、オレオレ詐欺がなんかやってるんじゃないかなっていう子たちがね、ブワーって走ってきて、握手求められたりとかね。<ー>でもそれが嬉しくて。はい。だから、僕らが19日間、たった3週間、 戦ったことで今 TikTok 含めて 5, 万再生今回ってるんです、ね、あの今、まあ、選挙がきっかけになって、はい、でそれは僕はどこにあのピークを持っていくかっていうことを考えた時に僕はあと10ヶ月後ぐらいにその衆議院のまた選挙があるのか僕は分からないですがその来年あと10ヶ月ぐらい活動してってで多くの人に知ってもらって。はい 緊急事態条項を通されたらもう何もできないよっていうことを、うんあのー、理解してもらってそして僕たちは誰も敵じゃないし自民党さんとお各、あのー、県の財閥のトップがね自民党さんと仲がいいそんなこと当たり前じゃないですかでも自民党さんと仲がいいから僕たちは意見が言えないとか発言できないそれは違うんで、うん、この国がまも,もなく本当に わかってるだけで1500年以上の歴史がある日本が本当になくなろうとしている時に立ち上がらない人っていないと思うんですよ。ただその状況っていうものを考えたりとかバランスを取ろうとするのが日本人なんで、まあそこを私が切り込んでいって、その本当の真実を私が言ってるからじゃなくて、ご自身でアクセスをして理解を深めて、でどうするのかっていうのを考えてください。決めてください。っていうのをあと10ヶ月全力でやろうかなと思ってます。 あのごぼうの党って印象的だったのがなんか芸能人の方々が意外とこう支持されてらっしゃいましたけれども、はいはい、これなんかすごいですよね、はい、あの今まで多分その選挙っていえば、ねはい、い石原軍団か松山千春さんぐらいだったと思うんですよねでもあの、まあ、石原軍団も、まあ、自民党の,あれの流れだっていうことを考えたら、うん、まあ今回私みたいなポットでがね、うん、そのなんでっていうふうに思われたと思うんですよね。 でも、まあ、それも一つのきっかけであって、はい、もう職業とか職種関係なく、みんなでやらなくちゃいけないんだよっていうことを、若者を巻き込むというところで、インフルエンサーの方にお力を貸していただきました。 あの、ホームページの政策とか見ますと、かなりこう、若者向けの政策っていうのがありますけれども、別にだからといって、高齢者と敵対するわけじゃないんですよね。もちろんですね。でも、同じ国民ですって形ですよね。確かに、投票してるような高齢者が多いなって、これは事実だから、若者にもっと投票してくださいってことですよね。はい。はい。それは冒頭に言わせていただいた、5000万人のもうすでに政治に興味があったり、選挙に行かれてる方、ここを見たら、あの、おそらく何票の、 取り合いになると思うんですよ。なるほどね僕がここで頑張ったら、その分、令和、えっ、ー、と、賛成さんの票が減ると減るってね。取り合いってことです、ね。取り合いになるんで、うん、でも、同じ、その、この国を何とかしなきゃということで立ち上がってる同志なんだとしたら、はい、僕はこっち側、今まで選挙に興味がなかった、えー、人たちに対して、どうアプローチができるかっていうことを考えてるので、 インフルエンサーの皆さんにご協力いただいたということですね。つまり今まで選挙に行っていない層、特に若い世代が多いでしょうね。はいはい、割合的には確実にそこにこう費をつけると無気、はい、力感にこう再まされている方々を立ち上がらせるっていうのを中心にされてるってとことですよね。となるとやっぱ SNS を活用するのが一番強いんですか。はい、えっとそうですね。あの若い方に関してはやっぱりその僕が講演会を開いても、うん、これ実は講演会をあのこの夏から、うん 各所で開いていくんですよ。私ね。<laughs> で、まあそれが500人1000人という形で動員できると思います。はい、ただこれが3000人5000人ってなっていくと、一人一人の温度が下がっていくんですよね。えー、やっぱりこれは公楽園ホールでボクシング見たらもうあの汗まで飛んでくるんだけど、東京ドームで見たら、はい、もうものすごい小さいんですよね。<laughs> まあそれと同じで、そしたら何かやっぱり私の熱を伝えるっていう部分で。うん 直接こうフェイス2フェイスであの接することができる限界っていうのはあると思いますからなんで SNS を対応するっていうことはあのやっていきたいなと思ってます、はい。というわけでですねあのごぼうの塔の奥野さんにお越しいただいていろいろお話伺ったんですけども結構まあ歴史的な転換点だなと、まあ、グローバリズムは常に勝ってたわけじゃなくて逆転する時もあったりしたんだけど、まあ、そういう時期が近づいてるのかなと思って山斎藤さんのね その170万票もすごいけど、ごぼうの党さんの19万票超えっていうのも、これは相当変わろうとしているなぁと思うんですけどもね、まあ。参政党さんの任務ってどっちかというと自民党の票を取ることだと思うんです、個人的には。そう思で、ごぼうの党さんはこう新しいね、今まで行っていない層にアプローチしてって形で世の中が変わっていくのかなという気がしてまいりましたけれども、じゃあ最後にですね、あのまだこのごぼうの党っていうのは続くと思いますので、視聴者の方々にメッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。 あの先ほども言わせていただいてることなんですが、うん、あの緊急事態条項っていうのを通されるとお私たちに自由がなくなりますそれは緊急事態だからその証拠を集めてあの裁判を開いてる時間ないよねっていうふうになるんですね、うん、でそれは最もなんですよミサイルが飛んできたらそうかもしれない。でもそれが その交流期限が決められていなくて、まあ誰でもその証拠なしで目撃証言とか密告、まあチンコですよね。で逮捕できてしまうようになるので、これは北朝鮮の社会のようなね、そ友達が友達を売るみたいな、その疑心暗鬼な社会を,を生むような形になるし、私たち日本人同士がお互いを疑い合って、そのもうビクビクしながら生きていくような社会を,を作ろうと。 いうふうに、誰が思ってるのかっていうと、これは自民党さんではなくて、内閣総理大臣ではなくて、この国の本当の支配者、要は内閣総理大臣に命令してる、自民党さんのお決めることに対して、実は指示を出してる存在がいるんですね。それを陰謀論で片付けずに、私がこうやって画面に出させていただいて活動して、私も一企業家なんで、自分にとって経済的メリットゼロです。むしろ、 マイナスしかないですまあ命が狙われるんじゃないかなんて言ってくださる方もいます。じゃあ私がどうして、あのー、こういう形でね、あのー、訴えを起こしているのかっていうのは本当に時間がないからなんですよ。だから自分自身で情報にアクセスをしてでもし分からなければ「ごぼうの党公式」「ごぼうの塔公式」っていう検索をしていただいて YouTubeTwitter などで発信をしているので。 ぜひフォロワーになっていただいて私たちの10ヶ月間皆さんと一緒にこの本当に世界一素晴らしいねこの日本という国をみんなで守りたいなっていうのが私の願いです。あのなんかあのコロナ禍の、ね、初期の,、ね、その自粛警察とかを見ていると、はい、その例えばその、まあ、アメリカのね そのえー、日米合同委員会とかが、まあ、なかったとしても自民党とかその今の内閣自体が国民を争わせて自分の責任を逃れようとしているようにしか見えないですよね。かなり危険な状況になってるな、はいる中で確かに私もそう思います、はい。ということでですね、本日はごぼうの党の奥野隆代表にお越しいただきました。奥野さんありがとうございました。ありがとうございました。 なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。